静止画かと思いましたか。 YouTube の時間でございます。今日はですね、こういったあの未塗装樹脂のこの白っちゃけてしまったやつを何を使ったらいいかっていうのを実験してみたいと思います。で、今回使うのがまあよく一般的に言われている未塗装樹脂用耐久コート剤スーパーハード、まあこのワコーズの商品と、アーマーオイル保護ツヤ出し剤、こうダッシュボード、タイヤ、バンパーね、こういう未塗装のところに使えるってやつですね。それとこの新越シリコーンというシリコンですね。これでちょっと試してみたいと思います。で、今日は、まあ、このキャルクラシックスの台車、まあ、荷物運び用に使ってる軽自動車が白っちゃけているので、これで試してみたいと思います。じゃあまず、はい、3つに区切って、上からワコーズのスーパーハードで、真ん中にアーマーオイル、一番下に新越シリコーン、これをねつけて、まあ、ツヤと、まあ、耐久性どんな風になるかっていうのも確認してみたいと思います。はい、じゃあまずはワコーズいきます。これね、こういったコート剤をこの付属のスポンジが入ってるんですけど、これを、まあ、使う分だけね、1個ちぎれるんで、これにつけていきたいと思います。まあ、これはこんな感じですね。まあ、結構水っぽくて伸びがいいです。で、よく使うんですけど、まあ、こう塗った後にこう乾いた布とかで拭いてもらうと綺麗な感じになりますね。はい、それでは次はアーマーオイルいきます。これね、こういったスプレータイプになるんで、ここにはい、みるみる乾いてしまいました。しっかりね、振ってみましょうね。したら、まあ、ちょっと一回ツヤは出たんですけど、すぐツヤ引けしてしまってます。それではおすすめの新越シリコーンいきたいと思います。これね、本当はこういう商品じゃなくて、あの水中化とかに使うあの中のシリコンなんですけど、これが結構いいので使っていきたいと思います。で、たっぷり入って2000円ぐらいですね。もうこれは当分なくならないと思います。はい、こうやって本当ね、ちょっとだけつけて、で、乾いた面で拭いていきます。さて、スキンが剥がしたんですけど、これめちゃめちゃダサいですね。で、まあ、個人的にちょっと動画だと分かりづらいんですけど、まあ、僕的にはやっぱツヤはこのシリコンが一番いいですね。で、こっちはちょっとツヤがないけど、まあいい感じですね。はい、こんな感じです。じゃあとりあえずこれを中性洗剤で一回洗ってみましょう。はい、とりあえずそこら辺にあったこの油汚れに強いっていうセブンイレブンの商品ですけどね、まあこれで一回洗ってみたいと思います。はい、濡れたタオルに、現役で行ってみますか。じゃあ
はい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 、はい、とりあえずね、一回全部洗ってみました。これ拭き取ってね、どうなるかですよね。なるほど。とりあえず中性洗剤で洗ったところ、このね、ワコーズが一番今のところいいっすね。僕のおすすめのシリコーンはちょっとムラになってますよね。これちゃんと濡れてないってことですね。でアーマーオイルは残念ながら、まあ、これ結果になってます。で今度これまた同じように貼ってもう一回成功してみます。じゃあまずはね、またワコーズさん行きます。これ伸びがいいのでね、すごい施工も簡単です。そしてまた乾いたのでやっていきましょう。おー綺麗、うん、やっぱ2回ぐらいやってるとね、とても綺麗ですねこれね。はい、次はじゃあアーマーオイル。うん、さっきよりねちょっと綺麗になってます。じゃあ次はシリコンいきます。はいはいはい。でどれも、まあ、2回塗りをしたからか、ちゃんと中性洗剤で油取ってからやったかわかんないんですけど、さっきよりもノリがいいですね。はい、これ2回目やったやつですね。ツヤ感はやっぱシリコンで、アーマーオイルはまあぼちぼちで、ワコーズはいい感じです。ということで、まあ現状1回塗りはワコーズさんとても良かったですね。でまたこのまま1ヶ月とか過ぎた後にどんな風になったのかっていうのも動画にしていきたいと思います。まあそれにしてもダサい。ちなみにこの変な車乗ってたらね、僕乗ってますんで、ぜひ声かけていただければと思います。そしてね、なんだかんだね、別にワコーズ信者っていうわけでもないんですけど、なんだかんだワコーズ平均点高いですよね。いろいろ使ってみてますけど、最後までご視聴ありがとうございました。また動画見ていただければと思います。でコメントいただけると動画を上げるモチベーションにもなりますので、どんどんコメントいただければと思います。してこちらのね、1ヶ月後の結果とかも分かるようにチャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。コメントの方いただけると動画を上げるモチベーションにもなりますので、どんどんコメントいただければと思います。